CGC ハードインデューロシリーズ第1戦師匠町第1戦か第1戦ですね。もう6月7月なのに第1戦1年折り返してますが、まあ、今回初戦初日ですね。出走するのは私ホーリーとあとタケルさん、まあ、船井レーシング爽やか組、通称爽やか3組と言われてる2人組で爽やか3組、男の方に、ね、バレないようにこっそり爽やかに走って、まあ、明日は観戦としっかり行こうと思ってます、はい、こっそりバレないようにね爽やかにエントリーしたなんて言ったらねやばい怒っちゃうから彼でも彼もなんかミニジーネットみたいなちっちゃいバイクで30分走るっていう既得なカテゴリーにエントリーで既得な方いらっしゃる、まあ、今日ちょっとあいにくのコンディションでございますがで現在我々ライダーズミーティングに向かってます。1日目が爽やかクラスとミニジーネットがあって2日目がゲロゲロとおひな様かな、まあ、CGC は2日間なんでゆったりやれるのがいいですね。あそうですね。じゃあちょっと開会式ライダーズミーティング一番大事な聞いてきます。はい、ライダーズミーティングは終わり時間はね、10時55分、ということはもうほぼ11時だから1時間後から爽やかか11時40分から、並び出すからまあ多分そんなないね。まだほんまにすぐっすよ。11時40分今回の目玉はタケル君のあれじゃない、ホンダリクリエーションクラブじゃない、ホンダリクリエーションクラブのマジモモッサーと、まあ、たくさんの790ADVR かでもあのタケルのモッサー動いてなかったよね。なんかサイドリングがおかしい、おかしい、出走ができないかもしれない。エンジンアクセル上げたら勝手にバーってなるいやまあでもね、なんとか出走してほしいね。戻ってきた。レースまで十何分しかないけど。俺何もやってないけど、バイクの調子良くなってきた。ありがとうございます。自己紹介どうぞ。爽やかクラス122番タケル D です。好きなゲームは、好きなゲームは Apex Legends。 得意なキャラクターは、得意なキャラクターは、ガスオジ。どこら辺が好きなんですか。ガスを出せるところです。変数を、変数を、変数を展開できるところが好きです。ちょっと何言ってるかよく分かんないですけど、よろしくお願いします。お願いします。今日はマシンは川崎さんにレンタルレクリエーション車両の CRF150 レクリエーションです。ザン CRF150モトクロッサーですよね。モトクロッサーです。一回は乗ったんだっけ。一回白井に乗りました。どうでした。めちゃくちゃだったタイヤは、タイヤはあの坂バトルタイヤです。ダンロップの坂バトルタイヤです。通称 MX12、 通称が MX12、 はい、ダンロップの坂バトルタイヤ、はい、基本はみんなこれだよね多分ね。レースに対する意気込み、ホンダレクリエーションクラブを代表して結果しか求められてない、うん、求められるね、そのレクリエーションクラブ。おふざけとかは一切なしで、うん、結果のみを追求して走りたいと思ってます。爽やかクラス出場2人目自己紹介お願いします。爽やかクラスエントリーします、ホーリーです。マシンは TE150 ハスクバーナーのテルがついたツーストの軽量なモデルで今回 CGC 大町で挑戦します。くしくもタケル君と同じ150ですね。そうですね。こちら2ストローク、まあ、フルサイズになりますね。ほう、結構あれだね、丁寧丁寧に乗ってますね。まだ綺麗、今回グリップもマーディーということで新品にして
これおすすめですね。ファイアリングとかしなくても、はいはい、ここでギュッと六角で締めてすぐ交換できるんで。これこれこれごともうパコン外れて、こっちですよ、こっちパコン外れて、うん、こっちがついて、へえ、効果も楽だし、うん、であとはこのアルマイト、まあ、とにかくかっこいいバーナー、あ、これね、とにかくかっこいいと、なるほどなるほど。今回タイヤ、フロントタイヤが、はいはい、IRC の IX07S、 IRC さん、これ一択と言われているぐらいメジャーなフロントタイヤで、僕も履いてましたけど、いいタイヤっすよね。もうとにかく IRC 現地のサポートが良くて、事前のなんかこうメールの問い合わせとかも対応してくれたんで、なんかママチャリとかのタイヤも売ってるみたいなんで、ぜひ自転車のタイヤも IRC で、皆さん買ってください。僕もシャツはいつも IRC です。でリアタイヤ、ほんとみんな流行りの MX12、うん、モトクロスの3度マット路面用のタイヤで、うんうん、今回これ履いてきた理由が安かった、安かった。6900円ぐらい、安いね、6,900円くらいで買えたんで、これに変えてます。まあ我々レーサーはもうレーススタートしたらまあ主人公なわけ で主人公は常にやっぱ実践の中でスキルを得て成長していくと、はい、今回テーマは CGC 大町2020第一戦、うん、一人一人が主人公、これでいこうと思います。熱い走り期待してください。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。自己紹介を。ケンアズマ36番、俺以外に魂が一周するぞ。魂だけ。魂だけ一周行ってきます。前回こちらで鎖骨を、鎖骨でしたっけ、上腕骨をですねこちらに献上したので、今回上腕骨を取り戻しにリベンジマッチ参りました。1年半ぶりぐらいですか。1年半ぶりですね。いや本当なんとか一周してほしい。皆さん足ももう行きたくてしょうがないっていう感じです。はい、気力を尽くします。頑張ってください。ありがとうございます。最初のレースサワイカクラスがスタートして、だいたい10分ぐらいが経過したというタイミングですね。うちのたけるくんは結構壊れてるような音を出しながら走っていきましたけど、まあなんとか次のセクション誰のがれの方に移動したので、まあ、それをかけたいなと思ってます。で、堀か、堀は多分結構先頭の方でスタートしてたので先の方まで行ったんじゃないかな。まあ何にしてもちょっと追いかけるにしても足場がこんな状態なんで、順番に撮影しながらやっていきたいなと思ってます。やばいって、あーやべえぞこれ、これ多分これ聞こえてますか、これ多分一番楽しい遊び、
冷静に下りをクリアしております。やばいです、やばいです。どういう感じこれ。抜けましたが水がやばい、一足固定になっちゃいましたマシンは。取材班一行、降り止まない雨に濡れ続け、徐々に下見を置いております。ただいま和立ヒルを越えからのオイルショックを見に行こうという、もうそれはこっちでしょうと。俺がさ、一番嫌いなこと言っていい？どうぞ。もう髪の毛が濡れるの、前髪がマジで鬱陶しくて。いいよ、かき上げ系。これが本当にもうこれは許せない、一番許せない。理不尽、傘も持ってるのになんでこんな濡れてんの。自分、不甲斐なさに消えてんの。いや、なんかもうおかしい理解ができない。でもこれ見てください、軍手こっちが汚れるのはいいんですよ、うん、手のひらの方、うん、なんでこっちがこんなドロドロやねんと。なんでやろうな。あ、まあでも当たったりすんのか。だから今これびちょびちょでしょ、うん、拭いたいじゃない、うん、ああ。ドロドロやから。そういうこと、拭えへんってさらにイライラしてそんなに嫌なんや前髪。オールバックにすればいいんじゃない。どう止めるんですか。いや普通にもう水でカッてさかき上げてさ。いや落ちてくるんですよね、長さがそんなないから。ポマードでさ、カッチカチにして。ああカッチカチやぞ。カッチカチのやつ、カッチカチのやつビッチャビチャになったら最悪でしょ。確かきたきた、ここは何かしらね。キャンバーが、キャンバーがキャンバーしか出てくる。丸太が丸太が名刺しか出てこない、その後の形容詞が出てこない。丸太キャンバーが、ゼッケン3番の丸太キャンバーさん、丸太キャンバーさん、上山さん、もう上がれっかな。もう助走取ればいけます。体力がほぼゼロ。ほぼゼロ。ほぼゼロして。地面コンディションどんなもんですか。最高ですよ。あ、最高。最高。本当に最高。キラキラしてる目が。もうやれよもう。おお。いらっしゃい。また乗れたか。彼は一体何者ですか。彼はね、某鈴木さんにより。初心者の一番最初からヤバい山に連れてかれて数ヶ月が経過した人間。あ、まだ初心者。初心者、プラット林道とかを一切経験せずにいきなりゲロゲロのやつだけをやらされて待て上げられた。でもテクニックはなんか、そうやね、小山テクニックはね、叩き込まれてるから。フロント振ったりとかね。そうそう、うまいうまい。大輔さんのお父さん、お大輔さんのお父上、お揃いのジャージで、はいパパ、阿部さん、こちらのセクションは、これが和立ヒルですね、本当の姿。さっき下からやから全然ここら辺までしか見えてなかったけど、結構エグいシャドウですね。エグいシャドウと和立が本当にヤバい。おお、ナイスグリップ。やらしい根っこ出てますがな。もうジャンプ台っす。ジャンプ台、ここでウィップ、ウィップおひねり、おひねり。やっぱね、上に飛んじゃうとロスするんで、もう飛んでそういうレースだったっけこれ
いや長いんだね、渡しヒルって結構な長さは。まあよく考えたらチャレンジヒルと同じぐらいの斜度上がるわけだもんね。爽やか、爽やかクラス一番の難関かな。阿部さん高みの見物。やるっていうところがやっぱり爽やかクラスのプライドでもあるというところです。皆さん根性がありますね。おっとっとおっと、大丈夫か大丈夫か。危ないよ。下りがねめちゃくちゃ大変な感じですね。ミスる時のさ下りのリカバリー怖いよね。そう怖い怖い。それにしてもタケル君が一切来ません。まだまだ1周目です。ごめんなさい。あと2周します。かからん、ギアがチェンジできない。ほらお前気持ちよくなってんだろ、どうせバレてんだよ。休憩、ちょっと休憩ですね。休憩ついにエンジンがかかりません。壊れちゃった、ごめん。足が急速に詰まってくる瞬間が一番背を実感する。足が急速に詰まってくる瞬間がキックがません。キックかかんない。キックかかんないよ。せめて一周はしたい。じゃあまだ時間ある。あるある。あ。気をつけます。ありがとうございます。行ってきます。あ。これなかなかだよ。これは。なかなかでーす。足が急速に迫ってまーす。かからん。まだかかってない。かかってない。かかってないけど降りてきた。降りてきたなんとか。オフ。オフにしてた今。めちゃくちゃいいバイク。マジでキックしてるわ。蹴ってますね。あの真ん中のピンク色のジャージが男中田さんですね。でその後ろで呆然と立ち尽くしているのがタケル D さんですね。お疲れ様でございます。おはようございます。おはようございます。全然見かけなかったからあれと思って来たらタケルがもうすでにああなってて何も起きてないエンジンがかかりません。みんなで上で待ってて一切来ないな、タケルどうしたってなって、この手前の頂上でオーバーヒートでエンジンがバラくなって、でウォーターポンプの多分シールがいってて、もう水が出ちゃって、もう
出てる人くらいの勢いで蹴ってる。チャレンジヒルまでたどり着いたものの、もうエンジンがかからなくなってリタイアとなったタケル選手、なんとも言えない背中です。哀愁漂う背中です。どうにもタケルさん DNF のイメージがつきまとってしまう。あれは引っ張ってるんですかね。心なしか元気がないように見えます。今の気持ちを聞いてみましょう。疲れた。ちょっとおかしいわ。どんぐらいキックしたの総時間。わかんない。8割以上8割以上キックしてた。もうもはやハードエンデューロ界のジャフこと小沢くんとオムレツくんです。お疲れした。お疲れ様でした。どうだったよ結果は。まあ2周半、まあまず上り輪立ちに入ればどこからでも上る感じです。で根っこも土でスピードがつくんで根っことかで困ることは特になかったです。ただ結構大町は下りのキャンバーが多くて、キャンバーだと横に出やすい。あーなるほど、まあ、パターンのあれもあるのかな、うん、ただフロントはめちゃめちゃバリ食いしてたんで、うん、フロントでカツッと止まるけどリアが出てきちゃうみたいな感じです。本当に下りがしんどい感じのコース、上りは本当どこからでも登る感じで楽しかった。楽しかったです。あともう本当泥だらけ。ね、まあね、大人の泥遊びって言われてるから。そうハードエンデューロは20歳超えてこんなん親に見せられないし、なんなら今これお嫁さんに見せられない感じ。お嫁さんにね、最近結婚されたんで。おめでとうございます。大町から以上です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。自己紹介お願いします。無謀に800cc で出た AD タクです。一周して2周目最後の最後に輪立ちで引っかかって邪魔になったんでヘルプを要請してしまいました。無念です。いやでもこんな重いバイクでよく走りますね。本当アドベンチャーバイクに意外と軽いです。意外とそうは見えなさそうですけど。200キロぐらい多分 CB400 より重い。あでも楽しい。あお疲れ様でした。お疲れ様でした。チャレンジヒル超簡単だった。簡単すぎて普通にめっちゃキックしちゃった。キックしちゃった、うん、あれちなみに安倍さんその上でタケルさんに。いやタケルさんそれ見た覚えないんですよ。だから見えなかったんじゃない早すぎて。あでも簡単だったって言ってるしね。まあそうか、うん、400は出てた。時速で言うと400出てた。さすが 400cc じゃん。普通はね 0cc です。 0cc です。ごめんなさい川崎さん。あのね責任取ってレクリエーションクラブ辞任しようと思ってます。簡単やな。やめるだけやからな。責任を取って辞任したいと。で、あるからしてあれ CRF の方を購入させていただき、じゃあこれからホンダリクリエーションクラブを利用するであろう人たちに一言。ね、125F がおすすめ。150ダメ。いや、150はあの俺ぐらい操れる人だったら全然おすすめです。めちゃくちゃ楽しいバイク。じゃあまあそれでね、やっぱりタケルさん本人の動画をそうです、この後この後楽しんでもらって、ね、公開していくんで。フォローも見てないからな。多分動画にはギリ映ってると思う。映ってるんですよね。多分あの助走で高速に達したんよ。あそこでもう人の目ではもう見えないレベル。光より速いからカメラで見えるかな。高速超えたんよ。でなんか質量が無限大に発散して。あれでしょ、タケルさん視点でいうとこの流れてるやつでしょ。ワープ走行っていう、ね、すごいな。俺それスターウォーズでしか見たことないからな。あれが見れるんか。スペースマウンテンみたいなやつ。そうですね、ヘルカメとみんなの動画で。パッって真っ暗になって一回カッて光って、なんかすごかった。なんかもう物理を超越したね。SF は正しかった。幻想科学読本みたいなやつだった。現実に再現した、うん、バイクで高速を超えるとどうなるか試してみた。お願いします。来るからね。レディー、はい。あやべ、今ついてくる。面白いですか。面白いです。こういうのがね、楽しいですね。ハードエンデューロ、面白いです。あ、カベさんが今若い。いつない。これ、こちら、立山。今日の宿は今日の宿。今日の宿は、はい。なんだっけ、アルペン。アルパイン用の方の。アルパイン。アルパインスターズ。アルパインホテル。アルパインスターズ。アルパインスターズホテル。ですね。207号室はどこでしょうか。206ここにか発見しました。こちら立山。俺たちカラマスなんで。これは難神経です。
ダイニングわかんない。ダイニング。失礼します。なんか田舎の金持ちの家の玄関ぐらいのカバーあるよ。おいおいおい、ダイニングこれ。やばい、見渡す限り。どう、おお、すごいすごい、悪くない。え、ソファーは何すか。あ、それ足でしょ。普通にここに8人ぐらい泊まれるあ、これ4人部屋。そう、畳の匂い、すでに敷かれた布団、そしてこちらの応接間。どうですかこれ。応接間、応接してますが、まあゆっくりしてって。窓の外はどうなんですかね。まさかそれ。何ビュー、何ビュー。見てくださいこのビュー。マウンテンビュー。マウンテンビューで。マウンテンビュー。マウンテンビューじゃん。マウンテンビュー。上の下げのマウンテンビューが。マウンテンビュー。天気はあいにくだけど。宿全体の総評としては来た来た来た、悪くないでーす。久しぶりだね。もう悪くない宿に出会った時に出てくるっていう。これですね。なんか静かだね。いるぞ。え、なんか取られてる。ピーキーですね。現状だってさ、タココンブアジいて、こっからさらにバンダと、バンダと、バンダ、バンダブラザーズが来るんで。さすがに無理だと思う。わかんない、無理だと思う。え、ブレイクダンスやってたんですか。ブレイク、大学時代ですか。あ、じゃあ高校からやってる。へえ。やってみて、ブレイク。ブレイクダンスみたいな。いや、もう無理だ。レース走ってんの。そんなやわな体じゃないでしょ。タケルさんよ。いやでもできてるできてる。さすがにこれぐらいはね。おお。ぽいけどさ、シーツで全部隠れてんのよね。